中期新石器時代、紀元前五千年期のヨーロッパ。当時のドニエプルドネツ文化は、オレンジの範囲。ドニエプルドネツ文化は、前五千年期から、前四千年期にかけて、黒海の北方一帯、現在のウクライナ東部、ベラルーシ南部、ロシア西南部に広まっていた、後期新石器時代文化。住居は、半地下式であったが、詳細は不明。漁業と狩猟が、 主な生業であった。狩りの獲物はオーロックス、ヘラジカ、アカシカ、ノロジカ、イノシシ、オラガーなど。小麦、キビ、エンドウ豆なども細々と栽培していた。人々の遺骨の葉の状態を調べると、彼らは高タンパクの食事をしていたことがわかる。主に牛肉、魚肉、ナッツ類を食べていた。 安定同位体を用いてさらに調べると植物性の食物も食べていたことがわかるが、あまりたくさんではなかったようである。これにより、ドニエプルドネツ文化はこの地域における、狩猟採集主体の経済から、濃厚、牧畜主体の経済への移行期の文化であったと考えられる。これまでおよそ30か所の集団墓地が発掘され、800ほどの土葬された遺体が発見されている。 個人用の墓所もあるが、大きな墓穴を掘って長い期間にわたって、遺体と王道、次々と積み重ねるように埋葬していった墓所の方が、一般的である。ドニエプルドネツ文化の人々の形質的特徴は、原ユーロポイドで、新石器時代のヨーロッパの、どの地域の人々よりも、はるかに大柄で、筋骨隆々とした、立派な体格を有している事実は、 注目に値する。このことに着目した、形質人類学者の中には、この文化の人々と、旧石器時代の北欧の人々との関連性を主張する者も,もいる。ドニエプルドネツ文化と類似した特徴は、その前の時代の東方、ボルガ川流域に存在していた、サマラ文化にも見られる。これは、全五千年期という早い時代には一つの文化圏が、 西のドニエプル川流域と東のボルガ川流域を含んだ一帯に広がっていたことを示唆している。クルガン仮説においてもこの一帯はインドヨーロッパ語族の言響と想定されており、その西部地方の文化であるドニエプルドネツ文化はインドヨーロッパ語族の起源に関する議論の対象となっている。クルガン仮説ではドニエプルドネツ文化は前インドヨーロッパ語族文化と、 考えられており、南方や東方のステップ地帯から北方のこの地域へ進出してきたインドヨーロッパ祖語の話し手である牧畜民に吸収同化されたとされる。したがって、ドニエプルドネツ文化の人々は、後のインドヨーロッパ語族の発展過程においてその話し手たちの形質遺伝の面の中核的基礎であり、インドヨーロッパ語族の話し手の形質的特徴に、 とって決定的役割を果たしたが、言語面における中核的基礎ではなかった。ドニエプルドネツ文化の拡大と、その過程における南方や東方のインドヨーロッパ祖語の話し手との接触は、クルガンを築く伝統を持つ諸部族を形成したと考えられる。また、ドニエプルドネツ文化は、ドニエプル川の上流域に拡大した。そこでは、古い時代から現在まで、 バルト語派の言語を起源と思われる河川名が定着しているが、そこでドニエプルドネツ文化の人々は、同時代の非インドヨーロッパ語族系の文化の原住民との間で頻繁な交流があったことが伺われ、後のバルト語派の諸部族の成立に深い関わりがあると推測される。ありがとうございます。